両がパイセン、行くぜ。了解。戦争出発。レッツゴー。バリアルチェンジ。はっ。ガジラ TV。 暴れ20周年のお話を聞きたいんですけど、龍馬は最後だってアメリカ行って終わってたじゃないですか。確かに。そう、まあ、最後同窓会で終わるけど、アメリカから龍馬20周年で戻ってくるみたいな時になった時に、龍馬自分がハラスメントをしてしまったみたいな悩みのところから始まったりとか、ね、あれはどういう、誰が出したんですか、あの意見。全部覚えてないけど、多分龍馬が悩んでるところから始まった方が面白いんじゃないかってなったんじゃない。あの明るいってイメージがあるから。なるほど。そう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 、あれってなるところから始まった方がいいんじゃないかなっていうのでなったんじゃなかったかな、多分。そうなんだ。ごめん。いやいや、とんでもないです。結構2点3点してるから、はいはい、きっかけはそんな感じだったと思うな。あ、じゃあもう一個聞きたいです。はい、どうぞどうぞ。敵がね、暴れん月光って言って、要は昔の鳥の井戸なんですよね。で、それが要は冷凍保存されていたのが今回出てきたっていうところで、一人で暴れんじゃ3人の力を持ってるっていう、この能力を持ってるっていう、はいはい、鳥の井戸はい、がたまたまモチーフがレンゲっていうところで、後の利尿作用とかにつながったりとか、海のあれを放出するっていうふうになったと思うんですけど、これは海のあれを放出するっていう作戦から、利尿作用のレンゲっていうところからの、要は先ほど言ったおしっこおもらしなんですか。違うな、逆算が違うね。それは違うんですか。暴れから始まったのよ。暴れんじゃーが、はい、をパクるっていうの面白くないっていうのから始まって、トリノイドってさ、はい、3つこうつながるわけよ、はいはい、暴れ、レンゲ、月光、暴れん月光なの。そう、だからトリノイドなわけよ。はい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 、今までのトリノイドもそう、うん、やつでんわに、やつで、電話、わに、はい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 、そっかそっか。で、塚田さんがさ、そのトリノイドを作るのがすげえ好きで、はいはい、そう、ね、そう、レンゲには利用作用があるらしいよ。ああ、じゃあ、おしっこできますね、つって、いう感じだと思うよ。そうなんですか。いやー、面白い。いろいろ、多分こういうのを多分みんな気になってるかどうか分かんないけど、俺は割と気になってて、なんで、まあ、裏側だもんね。そうですね。20年前と20年後、まあ、比較して、現場の雰囲気ってどうでした。いや、全然違うんじゃない。だから、今の方がすんげー楽しめたというか、あ、うん、俺ら20周年をさ、もうお祭りですっていう風にしたのに、はいはい、いや、お祭りでしたね。そう、だからそのお祭りの雰囲気でやってたって感じ。うん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 。いや、それはすっごい伝わりましたし、そう、みんながこの暴れ20周年をもう本当に盛り上げていこうっていう、一致団結感が、それこそ戦隊のチームワークじゃないですけれども、やっぱめちゃめちゃ感じましたね。そう、だから20年前はそんな感じじゃなかったからさ。あー、なるほどなるほど。そう、今回の方がこう楽しんでやれたっていうか、みんなで、みんなで作品を作ったっていう感覚がすごい強いかな。まあ、ファンの方も含めね。はいはいはい。いや、でもそれはすごい感じましたね。やっぱり楽しかったよ。楽しさがすごい伝わりましたし、僕もここに混ざりたいって思いながら言ってましたもん、毎回本当に。まあでもね、なんか20年経ってメンバーがいい感じにみんな成長したんだなと思ったよ。ああ、うん、なんか20年前だったら考えられないことが20年後奇跡で起きてるっていう感じ。なんかいい化学反応でしたもんね、皆さんね。そうなんだよ。だから東京国際映画祭で俺発表だったんだけど、はいはい、でファンの人たち集まって、まあ、いざトークしますからあの雰囲気が出来上がっていった。孝太郎さんだけめちゃめちゃなんかびっくりしましたけど、ああいうキャラだな。東京国際映画祭の時は俺は、ごめん、俺正直だけど、YouTube でもう流れるって言ってたから、これはいろんな映画関係者見てるから、こんなアホな感じで出ちゃダメだと思ってた。割ともう普通に、まあ、主演作品だっていう感じだったんだけど、で、まあ、途中から孝太郎がボケたりしたから、いや、20年ぶりだよみたいな、ボケすぎんなよぐらいって言ってたわけ。はいはいはい、で、そこから、東映のカメラに切り替わった瞬間に、その後にね、めちゃくちゃボケ始めた。場所を変えたわけ。キャビン分けしてたの。お客さんからしたらどうしたのこの人急にみたいになりますよね。そう。その時はちょっと真面目したんだけど、そっからもう、よいしょーってやり始めたわけよ。超暴れマックスは、
涼牙がちょっと高い声じゃん暴れマックスふんっと低いな超暴れマックスはどこに行くと思う本来本来やっぱめちゃめちゃ低いのに行くんじゃないですかめちゃめちゃ高いの高いじゃんゴール100倍やってたんだよやってたんだけどダメだって言われてダメって言われてだって暴れマックス低いですもんだっていやでも腸がつくとそれも逆だからあ逆にくいですねそうそうです自然の摂理ですからそうなんですね、はい、一気にサイクやシャー暴れマックスとかでやってたんだけど塚田さんがそれかっこよくないですよでもね俺は思うんだけどそれはそうなのよかっこよく聞こえないのも分かってんのよ、はい、ただ作品を通して見たらそれがかっこよく見えんのよって俺は思ってたんだけどやっぱそのみんなで作ってるからさ、はい、そこ NG にしようってなったらじゃ あ、まあ言葉だけで遊ぶかってなって監督と相談してやったっていう、はい、いやーじゃあ本当は NG 食らってなかったら超暴れマックスめっちゃ高かったんですねこれねそうだよ俺もそれで行く気満々だったから聞きたかったそれあの絵で聞きたかったでもね俺羨ましいんですよなんかね、うん、強化形態が僕にはないからあそうちなみに今までの20周年ってハリケーン、暴れ、デカ全員強化フォームあるんですよあなるほどねはい、うん、超強化あじゃあ20周年だから20周年がもしあるとすれば、うん、強化フォーム俺も1回くらいしたいなって思います、ね、俺でもあのデザインのとこから、はい、どれがどれにするみたいな話とか打ち合わせ入ってたよ暴れん月光の文字あれもこんな感じですみたいなところいたよマジっすかえこっちの方がいいんじゃないですかみたいな超暴れマックスめちゃくちゃかっこいいじゃないですかだってあれ何パターンかあったのよでこれでいきましょうみたいなうわ他のパターン見たいマジ で色の配色もちょっと多分いじった気がする本当ですか、うん、ここがこっちの方がいいんじゃないですかみたいな話あそうかもねみたいな話をした気がするな、マジっすか、うん、今回初めて、うん、その海外の方とかにも、うんよかったら質問してよみたいな感じで投げたら、うん、めちゃめちゃ来ちゃいましておおありがたいねグローバルにそうパワーレンジャーのダイノサンダーを見たことがありますかいやことです、ね、ないないですかそうねない見たいんすよ実は、うん、多分知ってると思うんですけれども向こうのパワーレンジャーダイノサンダーで、うん、アバレンジャーの本編出てくるんですか言ってたなんかね、はい、で、こいつら何なんだ俺らの真似事してみたいなこと言われるんだよねそうですすんげえ見たいんだよね元祖なんですけれどもうんそうそれは見たことないんですない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 あだからどうやって見んのあれでも DVD とかじゃないとそれこそ U-NEXT とか多分転がってないですよねしかもさ向こう俺らの時ってさ、はい、ディズニーがやってんのあじゃあディズニープラスにあるんですか逆にいやもう契約が多分切れてると思うからあーそっかだからディズニーランドに売ってたらしいんだよマジで向こうのでだからミッキーとかと一緒にショー出てたとかって話を聞いたことあるようわ超見たいそれこれは本当かどうか知らないけど、はい、でもリアルにそんな感じだったらしいちょっと海外のファンの方それは本当なのかね知ってる方ぜひコメントに教えてください涼牙も知りたがってますそれはそうなんだ、まあ、もし見れる機会あったらちょっと見てみたいですよね見たい見たいですよね、うんはい、もしだからあの映像とか持ってる方いたらぜひ送ってあげてください涼牙もう見たいというふうに言ってます見たいですはい一番、うん、西さんの中で、うん、やっぱこのエピソード好きだないやもう俺も毎回言ってんのが入れ替わり会なんだけど、はい、でもね俺やっぱ今20周年の映画が本当に楽しくて、はい、すごいなんかストーリーも良かったし、はい、その作品としてもすごく明るくやりたかったことができたから今はもう20周年の許されざる暴れが一番好きかないや許されざる暴れ、うん、本当に良かったですしやっぱこの時代をすごい反映してて暴れんじゃが暴れるなって最初言われるんだから暴ハラって言われてんだよそうなんだよ今だったら言われるかもねっていうとこからやっぱ始まってるからああ、うん、なるほどね、うん、いやでもね、まあ、さっきも言ったんですけれども、はいはい、僕は仲代先生が最後の仲良くなる前の記憶で生まれ変わってるから、うん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 、そう悪で出てきてなんなら一番最初に要は涼牙たちを蹂躙した形でまた一緒のことをやりだすんでバーン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 っつってそうだからあれを、うん、あの暴れブラックが突っ込んでるんだよあ
またこのなんとかの戦いをやるのかみたいなことを真剣に言ってるからあれなんだけど、こうやってやってた、こうやってやってた、そうそう、あれは俺らの中でちょっと面白だった、ね、いや確かに、うん、またこれが繰り返されるのかってやってましたね、そうそうそう、あんだけやったのに確かにそう、そう、でもその後のね、あれは優しい仲良い先生じゃなきゃ嫌なんだーが本当によくて、踊るんだからね、踊るんですね、やっぱ大のバッツだよね、うん、でもあれの設定を別に仲間になった後にしようと思ったらできたじゃないですか、できる、うん、けどやっぱりそのお客様が見たいのはやっぱ当時のものをやっぱ見たいじゃん、うん、確かに、いや変わらぬなんか中谷先生の良さみたいなのをどっかでやっぱ出しとかないと、売っとかないとそこに後にこう優しくなった時にこう響かないのかなって思ったり、なるほど、っていう相談はしたのかもしれないね、確かに、翔くんも言ってたんですけれども、うん、ずっと中谷美琴が敵で言い続けてくれたから、うん、それこそ暴れブルーもずっとあのクールな役でいられたしとか、ちょっとなんかキャラかぶりしてるもんね、はい、してます、うんうん、だから多分そこはだからすごい翔くんも言ってたし、うんうん、こうだから逆にあの暴れキラーが最初出てくるっていうのがみんなが見たかったものだったんでしょうね、そうだと思う、多分ね、やっぱチームの中にクールな人は2人いらないんだよ多分、でも入れ替わり会は確かに、でも僕もすごいなんだろう印象深いというかありますよ、でも俺あれ聞いたのは入れ替わる会、それこそ西さんがやっぱちょっとクールな役やりたかった部分もあったんですか、あれは、あ、だからそう、俺戦隊やるんだったらブルーがやりたかったから、それこそあの台本読んだ時点ではユキとかやりたかったの、あ、そうなんですね、不思議とレッドしか回ってこなくてオーディションなるほどなるほど、なんかねやっぱずっと1年間同じことやんなきゃいけないから、やっぱああいう変わり種があった方がやっぱ楽しめるよね、うん、あれは誰の案とかあるんですか、ちなみに俺がなんか入れ替わりたいみたいな話をしてて、ショート言って、はい、あ、いいじゃんいいじゃんって言ってプロデューサーに言ってみようよって、でもそもそもが、はい、そんな役者の意見が通るなんて思ってないからさ俺は、あーなるほど、で意外と通っちゃってすごいですね、あすごいですね、その台本が上がってきて、おお俺らが言った曲じゃんっつってよかった、嬉しかったですよ、そしたらね、そうそう、でやるってなったんだけど、はい、でもよくよく考えてみると、うん、あれこれもしかしてショーがやってることを俺がしなきゃいけないんだ、まあそうですよね、俺の独自な役作りの暴れブルージュダメなんだと思って、ああ確かにそれはちょっと確かにってなった時にちょっと、あどうしようどうしようどうしようと思ったんだけど、なんかやっぱエンジニアだって大変なことありました、それはね意外とね、やっぱ見てるじゃんこっち視覚的に、はいはい、意外とできるんだよ、おーなるほどなるほどなるほど、現場でやっぱ2人ともいたし、あもうちょっとこうやってやるかなみたいな、はい、なんかちょっとエモいよね、あの、うん、あんまりさ涼牙とユキともベッタベタに仲いいわけじゃないじゃん、うん、そうですね、それが入れ替わっちゃうっていうのがなんかまたちょっとエモいよね、確かに、なんならユキとって別に誰とでもそんな仲良くないんですよね、そうなんで、アスカのことに関してはまずもう結構最初からお前なんて使えねえくらいにずっと思ってね、そうそうそう、うん、金返せよぐらいの感じでそうそう、ユキとはそういったところでビジネスライクだったりとか、あそうなんだよ、うん、あのお仕事として全てを捉えてる人だったからね、うん、そうだから取り切らん時だけであんなになんか優しそうなユキトさんが見えるのですよね、あれ神木隆之介くんだったからねあの回はでもめちゃめちゃいい回だったよね、良かった回ですね、アバレンジャーって多分その絶頂だったじゃん、なんか平成の特撮ブームの絶頂期で、多分そのチャレンジするっていう意味も込めた作品だったと思う、だから多分ちょっと変わってるんだと思う、そうだからなんか詰め込みがすごかったですね、すごかった、いろんなことの、はい、あと俺ここも好きです、中谷先生、うん、あなたは前に言いましたよね、お前と俺は似てるって、あ、あるね、その言葉絶対忘れません、あ言った気がする、うん、これ俺すごい好きなシーンなんですけど、うん、実際に、まあ、亮が演じてみて、うん、中谷美琴と要は亮が、ね、似てる部分ってどこだと思いますか、な、あの自分が思うことに対してこうそれをこうまっすぐ見るじゃん、はいはいはい、そこなんじゃん、確かにどちらもね、うん、だし美琴も要は純粋悪だから、そう、うん、でもそれ怖くない、亮がそれを言うのが、確かに似てるっていうの、そうっていうことはちょっとこう番外編みたいなの作ったら亮がの室内でめっちゃ怖いことを考えてるっていう可能性あるよこれ、ああそういう見方もあるのか、確かにそうって考えて言ってるけど実は俺と一緒なんだそうですね、あれはぁーなんてのもしないよ、そうか、そう、それは考えたことなかったけど、でも確かに裏を返したらそういうことですもんね、深く考えていくとそうなのかもしれない、うわなるほど、
で今実際その暴れ20周年の実際なる暴れの、まあ、DVD だったりだとかまだ発売してる、はい、絶賛発売中ですねっていうふうなことですよね、はい、あれまだついてくるんですか、爆流プレートのやつ。あ、まあ、ある多分初回限定だと思います。あ、初回限定なんですか、うん、はい、あとあの配信とかもやってるんじゃないかな今。あ、配信もやってるんですか。うん、ぜひご覧ください、はい、そうですね、ジルサイズラバルぜひ皆さんね見ていただけたらなっていうふうに思います、はい、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん本当にありがとうございました。今日のゲストはですね、白亜両替役西光一郎さんでした。ありがとうございました。1話にして地の淵をさまよう、はい、こんななってたよねこうやって。そうで、ティラノサウルスに食われるっていう。そうなんだよ食われたーそうなかなかいないんじゃないですか多分。アバレンジャーだからだよ多分ね。えあれもびっくりしましたけどね最初ね。あの時ね、マイちゃんって呼んでないの。しかも、あ、起きろマイ、マイ起きろ。あ、そっか、そうなんだよ。じゃあ後々一度変えてったんですね多分、うん、はい、今回の動画はヒーローニュースさん、山ちゃんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。